ジョサヤ・ボレンゲ、バイニマラマ、通称フランク・バイニマラマは、フィジーの海軍軍人、政治家、元海軍司令官。2007年から、同国首相を務めており、2020年4月17日の内閣改造より、外省も兼任している。首相職の傍ら、情報、内務、宅職、公益事業、先住民、他民族担当、財務。 外務などの閣僚も一時的に兼務してきた。タイレーブ州のカバ半島にあるキウバ村の出身である。兄弟のラトメリバイニマラマとラトゥティモシバイニマラマは、二人とも、高級官僚である。カトリック系の学校で教育を受け、スバのメアリストブラザーズ高校を卒業したが、本人はフィジー及びロツマメソジスト教会の信徒である。妻のマリアンはタレナとの間に、六人の子供と、 数人の孫がいる。スポーツが大好きで、特にラグビーユニオンと陸上競技に情熱を注いでおり、フィジーラグビー連盟の会長を務めている。また、軍事史や時事問題にも関心がある。バイニマラマはこれまでに2度、フィジーの国家権力を掌握している。一度目は2000年5月29日から7月13日にかけて、ジョージ・スペートが死亡したクーデター後の 暫定軍事政府議長を務めた時で、その後、ラットジョゼファいろいろ新大統領に権力を移譲した。バイニマラマは、ライセニアガラセ首相の政権の後ろ盾となったが、政府がクーデター関係者に対する寛容な政策を示すと、両者の関係は緊迫化し、2006年12月5日、バイニマラマは、ガラセ政権を転覆させて、 不詳不詳ながら大統領の権限を引き継ぐと発表した。バイニマラマは2007年1月4日にいろいろを大統領に復帰させ、その翌日にはいろいろから暫定首相に指名された。2008年10月、最高裁判所はこの任命を合法とした。しかし、2006年のクーデターで民政を解体させたのは非合法だったと公訴審が裁定したため、 2009年4月9日、バイニマラマは暫定首相を辞職した。いろいろ大統領は、当時、バイニマラマは憲法を停止し、すべての権力を省中に収め、司法の判断を無視したと述べたが、そのわずか24時間後に、バイニマラマを首相に再任した。4月24日には、いろいろから、顕著な功績と最大級の優秀さ、フィジーへの貢献と、 大いなる人間性を称えられ、フィジー勲章を上された。メディアは、バナナ共和国とイギリスのガールズバンド、バナナラマを組み合わせて、フィジーをバイニマラマ共和国だと揶揄した。2009年の一連の清掃は、バイニマラマがスリランカ系の裁判官を任用しようとしたことに、橋を発したものだが、彼は同年4月に追放されている。2009年11月3日には、 オーストラリアとニュージーランドの大使に24時間の猶予を与えて国外追放した。60歳となった2014年3月31日をもって軍を離れ、同年9月22日より正式な首相となった。2020年4月17日の内閣改造で外務大臣を兼任。バイニマラマの首相執務室にはかつてフィジー女王を兼ねていた。 エリザベス2世とオーハイエリンバラ公の写真が撮てられている。彼自身、私は女王に忠誠を誓っている。フィジーには多くの国民がいる。私が願ってやまないのは、君主の福井、フィジー女王の再現だと、君主制を支持している。しかし、バイニマラマの政府は2012年に女王公式誕生日を祝日から廃止し、紙幣や硬貨にある女王の肖像を、 フィジーの国章に取り替えた。フィジー国旗に描かれたユニオンジャックは植民地時代の象徴であるとして、これを外すべきとの持論を持つ。2015年2月には国旗変更計画を発表したものの、野党などからは反対の声が上がった。翌2016年8月に行われたリオデジャネイロオリンピックでフィジーは7人制ラグビーで史上初の金メダルを獲得し、 バイニマラマは国民が国旗をはためかせ喜ぶ光景に感動したとして国旗変更の持論は維持しつつも変更計画を撤回すると発表。変更のために用意していた予算は同年2月に同国で発生した大型サイクロン被害の復旧に充てることとした。ありがとうございます。